ミカエル・スタンネは、スウェーデン・エーテボーリ出身のヘビメタルミュージシャン。ダーク・トランキルティのボーカリストとして著名。また、イン・フレームスや、ハンマーホールにも短期間参加していた。1988年にセプテック・ブロイラーを、ニクラス・スンディンラと共に結成。当初は、アンダース・フリーデンが、ボーカリストで、リズムギターを担当していた。 セプテック・ブロイラーは1990年にダーク・トランキュリティに名前を変更する。ダーク・トランキュリティは1993年にファーストアルバムスキーダンサーでデビューするが、それから間もなくボーカリストのアンダースが音楽的意見の創意を理由に脱退したため、ミカエルがリードボーカルに転向し、ギタリストにフレドリック・ヨハンソンが加入する。以降、 ダークトランキュリティのボーカリストとして活躍する。ダークトランキュリティ活動初期のザ・ギャラリーやザ・マインズ・アイ発表当時、ミカエルの歌声は世界一美しいデスボイスと称賛されていた。しかし、ザ・マインズ・アイ発表後、喉を痛めて思うように歌えなくなってしまった。そのため、プロジェクターではデスボイスのパートを減らし、クリーンボーカルを導入して音楽性も 単美的な方向へと変化させた。この時期にはデスボイスを完全に封印し、バンドの音楽性を大きく転換するという話も出ていた。しかし、ジアルバムヘブンで初期とは発声を変えることでデスボイスを復活させることに成功し、以降もデスボイスでのボーカルを続けている。1993年に結成されたハンマーホールでは、結成時からボーカリストとして参加。 しかし、ダークトランキュリティの活動で多忙なため、1996年に脱退している。同じく、イエーテボリ出身のメロディックデスメタルバンド、インフレームスのファーストアルバム、ルナーストレインに参加。メインボーカルを取ったが、ミカエルは公式にインフレームスのボーカリストになったわけではなく、セッションで参加しただけである。2005年には、ナイトレイジのセカンドアルバム、 ディセントイントゥカオスに参加。通常とは違い、クリーンボーカルで参加している。2008年には、スカーオブザさんの一曲にゲストで参加した。2010年には、ソリューション。45のデビューアルバム、ホーヨンズパストの楽曲への作詞を行う。また、同アルバムにゲストボーカルとしても参加した。同年は、インソムニウムの楽曲にも、ボーカルとして参加している。 2011年には、モーニングカレスの楽曲にも参加した。ありがとうございます。